本気でぶつかり合った激闘だ。次はかっちゃんとうららかさんの試合だ。僕がよく知ってる二人だからこそ手に汗握る一戦だったな。うららかさんの個性は正直戦闘向きとは言えない。とはいえ場外という方向でなら勝ち筋を模索できそうだった。そしてかっちゃん、勝負ということなら女の子が相手とはいえ容赦はしないと思ってた。試合前にあんなことを言ったのもやるからには本気を出すつもりだったからだろう。お前浮かすやつだな丸顔。引くなら今引けよ。痛えじゃ済まねえぞ。引くなんて選択肢ないから。じゃあ死ね。引くなら今引けや。引くわけがない。クラッシュ。浮かしてみろよ。てきて動いてんじゃねえ。こっから打撃で動いてんじゃねえ。負けるか。圧倒的に。リングアウト。ウィン。お前に何ができるんだ。アメージング。ニューストーリー。もう体言うこと聞かん。まったうららかさんも直接相手に触れようとするという作戦を布石にしての攻撃。個性の応用力もすごいけどかっちゃんに立ち向かうのは相当な度胸がいるはずだ。それを物怖じせずにこなすなんてすごいや。かっちゃんも決してうららかさんを見くびったりせず真っ向から本気で勝ちに行っていた。手加減も油断もしなかった。それだけ認めていたんだ、ここまで上がってきたうららかさんを。遊泳体育祭本戦2回戦、僕と轟くんの試合だ。この試合は僕にとって忘れられないものになったな。レッツストーリー。2回戦、忘れもしない僕と轟くんの試合だ。試合前に轟くんが話してくれた父エンデバーとの確執。我が子に自身がなせなかった打倒オールマイトを押し付け自尊心を満たそうとする父への剣を突おう。試合中轟くんは全力を出してくれなかった。否定するなんて言いながら結局轟くんは自分自身で縛りつけていたんだ。全力も出さずに一番になる、ふざけるなって思った。でもそれよりも僕は彼を、みんな本気でやってる、勝って目標に近づくために、一番になるために、半分の力で勝つ。
まだ僕は君に傷一つつけられちゃいないぞ。全力でかかってこい。俺はこいつを、親父の力を、君の力じゃないか。勝ちてえくせに、畜生、俺だってヒーローに。右、戦うしかないのなら、ふっ、ダメ！だったら、燃えろ。最大出力だ。毒使え！まだだ！俺の力だ。まずは右、俺の力だ。まだだ！繋がる！封印だ！まずは右、届け！俺の力だ。まだだ。凍結しろ。まだだ。まずは右、まだだ。左で。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 まだだ。まずは右、俺の力だ。まだだ。左で。まだだ。燃やしつつ凍結しろ。ここに。まだ右ゲルデカってまだだ。左でまだだ。KO！ 強くなりたい。ウィン！期待に応える。エクセレント。ニューストーリーズ。すごい。何笑ってんだよ。その怪我で。この状況でお前イカれてるよ。どうなっても知らねえぞ。ミドリア、ありがとな。轟くんとの壮絶な激闘の果てに敗北。僕の体育祭はここで終わった。本気の轟くん、すごかったな。試合の後は本当に悔しかった。オールマイトの期待に応えられなかったから。でも余計なお世話はヒーローの本質だ。そう声をかけてくれたオールマイトの言葉が胸に染みた。この試合での怪我はいつもより重くて、リカバリーガールからは以降の治癒を断られてしまった。これからは負傷覚悟の破滅的なやり方ではなく、別の方法で僕のやり方を見つけないと。UA 体育祭本戦2回戦、僕と轟くんの試合だ。この試合は